線付箋はメモ書きを一時的に文書、書籍、封筒、机などに貼り付ける小さな紙である。本来は貼り付け対象の文書等にノリかセロハンテープでメモ用紙程度の小紙片を重複するものである。しかし近年ではノリやテープを用意しなくても貼ったり剥がしたりできる市販製品を指すことも多く、口実する 3M 社の製品ポストイットが 近年では、付箋の代名詞ともなっている。なお、付箋だけで小さな紙を意味するが、付箋紙と呼ばれることがある。付箋には、等がある。ポストイット最初の乗り付き付箋製品である、ポストイットは、アメリカの科学メーカー 3M によって開発された。1969年、同社の研究員、スペンサー・シルバーは強力な接着剤を開発中に、 たまたま非常に弱い接着剤を作り出してしまった。当初この弱い接着剤は用途が見つからなかったが、1974年に同社研究員アーサー・フライが本のしおりに応用できないかと思いついた。このエピソードは偶然から大発明を生むセレンディピティの典型例として知られる。日本での発売時には日本独自の要望に応え、 付箋の先端を赤く塗ったものを販売したところ爆発的に売れたという図書館では蔵書に付箋を使用しないよう利用者に求めているところもあるこれは長期間の保存を前提としている資料を痛めてしまうのを防ぐためである資料を痛める理由としては付箋を剥がす際に表面を剥ぎ落としてしまう場合があるか。 剥がした時に残ったリが本の劣化の原因になることが挙げられている。近年では、コンピュータ、スマートフォン上でこの付箋の役目を果たすアプリケーションが、Windows、Macintosh、Android などで開発されている。株式会社シノコマ、sinokoma.labart.jp2019 年12月10日閲覧。 日本経済新聞社、日経 BP 社。使って楽しい、便利な、変わり種付箋重箋モノトレンディー、日経スタイル。日経スタイル、2020年1月10日閲覧、宇宙創生 206P、サイモン新著、青木薫役、新蝶文庫、2009年、ISBN 978から41億215万9750、3M、 ポストイットノート製品開発ストーリー。www.wemymo.co.jp。2020年1月10日閲覧。図書館の本に付箋を貼ったら、こんなことに、神奈川県立図書館が、恐怖の写真で訴え。ハフポスト。2019年12月10日閲覧。株式会社インプレス。Windows10 標準の付箋アプリが、大幅アップデートから、 同期機能や書式設定機能などが追加、管理画面が追加され、付箋の検索や非表示化も可能に。窓の森。2020年1月10日閲欄。Mac 標準の付箋アプリ。スティッキーズが便利。Mac が0時。2020年1月10日閲欄。XTETCH 日経。Android のホーム画面に貼り付けられる付箋ウィジェット。 日経エクステッチ2020年1月10日閲覧ありがとうございます。